どうも、初めて花です。どうも、初めて花です。どうも、初めて美女です。どうも、初めてノイリンです。はい、というわけで僕たちは会社員になってしまいました。いやー、戻りましたか。社畜戻りましたか。戻りました戻りましたか、本来の運命に。まあ、このね、オフィスを借りて何をするかと言いますと、第1回モテ王。このモテ王というのはですね、はい、今回はその会社というシチュエーションでモテる上司というか、まあ、頼りがいのある上司をね、私たち3人には演じてもらいますと。なるほど。で、ノエリンの方からですね、誰が一番かっこよかったか、これを順位付けしていただくと。なるほど。順位付けしてもらって、まあその3位から発表というね、なるほど、感じでやっていきたいと思います。で、今回じゃあ一番得点がダメだった人は、自分でいいスーツを買うというのが今回のじゃあ罰ゲームにしたいと思います。まあまあまあ。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。メイキッドバスローウィズテクテク。はい、ということで第3位の方はスンくんです。うぇー、耐えた耐えた。あれでダメならいいわということで、はい、VTR どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なにこ、はい、この資料なんだが、はい、今日の12時までにまとめてくれるか。12時までですか。うん、プレゼンがあるんだ。あー、わかりました。任せたぞ。はい。上司上司じゃん。読み方が上司。部長、なんでそんな能力にばっかり仕事がいるんですか。彼女はまだ自分の仕事が終わってないんですよ。いや、そんなこと言われてもな、こっちだって仕事あるし、それにこれは新人の仕事って会社で決まってるんだ。これぐらいなら自分がやってきます。そうか、じゃあ任せた、やっといてくれ。ありがとうございます。大丈夫だったね。大丈夫大丈夫だったね。大丈夫だったね。大変だったね。大丈夫。いえ、そんな全然大丈夫です。よかった。え、ごめん、ちょっと取引先から電話だ。一旦先外すよ。はい、わかりました。あ、そうだ、はい、これからはもっと自分の意見を突き通していいんだよ。大変だったら俺呼んで、君の元に駆けつけるよ。はい、というわけで第2位の方は花尾さんです。おー、あー、マジかマジか。ということで、はい、VTR どうぞ。どうぞ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。なにこ、はい、この案件の企画なんだが、はい、明日までに考えちゃってくれるか。ちょっと今日までに終わらなきゃいけない仕事が結構あって、それが完成できるかどうかわかんないんですけど。いや、でもこれも向こうの会社との兼ね合いもあるし、急ぎの案件なんだ。頼むよ。いや、でも今この、ちょっと先輩、いいですか。こいつはこの後編集とか撮影とか過密なスケジュールを送ってるんです。今日はちょっと控えてやってもいいですか。それに個人のそのキャパオーバーをしてまで仕事を欲張るっていうのは三流のやるやつだって先輩が言ったことですよね。そうか、じゃあ他のやつに任せることにしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ頑張ってくれ。はい。しかし、のえこ、お前めっちゃくちゃ忙しいな。まあでもギリギリなんとかやってくれてます。そんな言うなら俺がもっと忙しくしてやるよ。はい、大丈夫。俺とのデートは楽しすぎて1分だから。頑張れよ少年。ということで、はい、第1位はもちろん電眼さんです。しゃいー。電眼さんは一番こう男気を
感じました。おお、驚き、はい、なるほど、なるほど、なるほど、見せてもらおう、お前の驚きを。いいでしょう。ということで、1位の VTR どうぞ。そうだね、こう、はい、これ、明日の説明会の資料なんだが、はい、これを阪大の外国語学部の20国語に全部翻訳しといてくれ。明日までですか？もちろん。25カ国語。うん、任せたぞ。じゃあ、わかりました。頑張ってくれ。はい。マジでふざけんなよ。25カ国語とか。できるわけねえだろ。何考えてんだよ、上司。クソが。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやー、昨日のさ、はい、説明会もさ、やべえお客さんいっぱいいてさ、やばかったんだけど、どうなの、萌子の説明会。明日でしょ、確か。はい、そうなんですけど、うん、さっき先輩から、うん、ちょっとこの説明会の資料、25カ国語に翻訳してって言われて。25カ国はい。それさえ、はい、終わる。いや、ちょっと、無理やね、俺が言ってあげるわ。ちょっと上司呼んでこいわ。上司呼んで、ちょっと3人で話そう。ありがとうございます、すみません。のりこ。はい。なんだなんだ、お前たちが呼び出すなんて珍しいな。すみません、キムさん、ちょっとのりこに渡したこの25カ国の翻訳、どう考えても明日間に合わないと思うんですよ。いや、のりこ外国学部出身らしいし、間に合うだろう。なんか外国学部、何学部専攻だ。私フランス語。できてフランス語だけだろ。てかそもそも明日日本人だけっすよ。なんだって。明日です。ノエルさんとどうでした？はい、でもみんな面白かったです。よかったでしょ。面白かった。いや、もうかっこいいに振り切りすぎて、一周回って面白い。行き過ぎた。行き過ぎた。はい、ということで、第3位は出川さんです。いや、こんなん一瞬なかったっすね。俺よりひどいやつおるんや。ということで、第3位の VTR、どうぞ。おいっす。お疲れ様です。おぉ、最後か。はい。おぉ、どうだお前、最近仕事の調子どうだ。慣れたもう会社に。慣れたって言われれば慣れたかもしれないんですけど。何してんの、その仕事。もうこれは A4 の紙をハサミで B5 に切るっていう。やってます。やばくない、その仕事。でも、こういう仕事しか頼まれないんですよね。 A4 を B5 にする仕事なんて正直誰でもできるんだからさ。お前は確かにもっと能力あるから、俺は絶対それを分かってるから、ちょっとちゃんと推薦してあげるし、はい、悩んでるんだってちゃんと説言ってね、俺に。はい。あ、キムさん、キムさん、なんだ、どうした。のえこにこれ A4 を B5 に変えるっていうこの仕事を渡したのキム課長っすか。そうだな。あ、そうなんですか。これあまりにも雑用すぎません、これ。まあそれはでも、まあ誰にでもできるんだから、のえでもいいじゃないか。課長、のえこっていうのは確かに学生時代はもう本当に寝て起きてをただ繰り返すだけのワカメだったんですよ。レースゲームでもずーっとキラーでしか前に進めないようなやつだったのに、こいつはね、入社して変わったんですよ。こいつは入社して本当にちゃんと朝6時半に起きてベーコンエッグ食べるようになったんですよ。そこ卵割れるようになったんですよ、こいつだって。もっと新しい仕事あげてください、本当に。僕からお願いします、本当に。じゃあもう切ったビーゴの紙ほっちきたやつも出てくれ。はい、それだったら確かに何でもできるかもしれない。それでちょっと、お前だってやれるんだったらお見せしてくれ。はい、ということで、はい、第2位の発表です。はい、もう俺祈る意味ないんだ。第2位はもう満足したけど、ハローさんです。オールマジでオールマジ。勝因は消去法だよね。そうですね、他の2人が勝手に落ちていった。ちょけたから耐えたっていう。ということで第2位の VTR です、どうぞ。のえこ。はい。お前またサボってんのか。
いやー、そりゃサボりたくもなりますよ。そんな A4 の紙をハサミで B5 に切る仕事をしてもう5年弟子って何のためにやってるんですかね。バカと天才は紙一重ってよく言ったもんだよな。でもな、その紙一重の差が何回も何回も積み重なっていつかは月と地球ぐらいの差になる。お前がその紙を切り続けてその紙が月ぐらいの距離になったら俺とそれ登って月行こう。それで一緒にさ、はい、地球を見下ろしてこう言ってやろう。縁は黒かったって。お前はもう、うちから逃れられない。ということで、はい、第1位は、はい、スーということになりました。ノーコンテスト。ノーコンテスト。ノーコンテスト勝手に自爆したから俺ら。ということで、はい、第1位の VTR です。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫？大変そうだね。はい、手伝ってあげようか。いいんですか？あ、全然。ありがとうございます。俺がもっと出世したらこの前時代の仕事なくしてやるよ。その時は君も一緒に上に来てくれ。まあ続けてみましたけども、はい、なんかこう全体的に、はい、おかしかったんですよ。おかしいかな。もはや第3位すらもう該当者いないんじゃないかみたいなレベルで。ああ、レベルで。ひどかった。ひどかった。はい、ということで。はい。まあ、皆さん、手応え的にどうでした？いやー、優勝です。今回は優勝でございますから。これは今まで一番決まってるので、今回。いや今、全員なんと4ポイント、4ポイント、4ポイント。全員が9位足し算するとね、ちょうどいい感じなんで、3位の人はもう、今、決まってしまう。最下位決まってしまう。おー、やめてー。あ、じゃあ2位から発表するか。今回の、はい、第2位は、はい。レガーさんです。よし、!2 位でこんな喜べる。2位じゃダメなんですか？これ大丈夫だから。はい、ということで第2位の VTR です。どうぞ。ノエコへ、今からあの上司誘うからその隙に帰れ。いつもの場所で待ってる。伝言。課長、課長、今からちょっと僕ん家でマリカしません？やるか。いや、行きます。そう最近僕練習してるんで。課長強いじゃないですか。そうだ、そろそろ行けると思うんですよ僕。そうかそうかそうか。でも、俺の悪いじゃ負けなしだぜ。はい、ということで第1位の発表です。はい、はい、呼ばれなかった方はスーツを購入すると。はい、はい、第1位は嬉しい花尾さんです。はい、それでは第1位の VTR です。どうぞ。いやー、今日はちょっと遅くまで帰れそうにないな。この時期は大変ですよね、本当に。本当だな、師走っていうもんだから。先輩、椅子取りゲームしませんか？今忙しいんだ、後にしてくれ。
ちょっと気ぐまなしにいいじゃないですか。今もううちの部署だけなんで。しょうがないやつだな。じゃあやるか。じゃあ椅子1個どけるんで、じゃあみんな立ってください。椅子はこれはもう楽にしてもらって、座らなかったらアウトですね。はい、それじゃあいきますよ。はい、ミュージックスタート。あー、ノエコアウト。ノエコ、もうお前の席ねえから、帰れ。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ。お願いします。ノエコ。はい。明日は二人だけのそば用意しとくから、またやろうな。これでもあれなんだ。お前負けたんだ。お前、いやそんななんか、まあ、なんか無難すぎたってのはちょっと否めないかもしれないですけどね。はい、ということで、第3位の VTR です。どうぞ。ごめんの、ね、行こう。はい、ちょっとボールペンのインク切れちゃったからさ、はい、下のコンビニまでちょっと買いに行ってくれないかな。あ、わかりました。ごめん、ちょっとお願い。はい。あ、そういえばもう定時は過ぎてたから、物と領収書は後でいいよ。じゃあね。いやでも今回は本当に悩んだんですよ。みんな結構面白くて。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃないよ。あの、全然濃いと思ってやりますから。イケメンって、なんかイケメンって言った記憶あるよ。イケメン。そう、イケメンとしてやってますね。ということで、罰ゲームはスン君と。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけで今回はですね、テックエキスパートさんの、学校をお借りして、撮影をさせてもらったんですけれども、テックエキスパートさんというのはですね、未経験者からプロのエンジニアを養成するスクールのことでございます。プログラミングというのはですね、まあ、昨今の産業において非常に大事な職業となってまして、需要しかない、もうニーズがねすごい高まっているということなんで、個人の価値を高める上でもね非常に大事でありまして、まあ、僕たちのようにね、はい、なんか会社に入らずに、まあ、個人で働いてる人とかでも稼いでいける、そういうような将来性を秘めた職業の一つとなっております。はい、ただですね、プログラミングっていうのはですね、まあ、難しいものですので、はい、まあ、一人でやるってなると、まあ、ちょっとモチベーションとかもね、まあ、上がりにくいと思うんですけれども、テックエキスパートさんではですね、一人一人に専属のトレーナーが、つくことができまして、なんと講師にね質問がし放題の、学習環境が整っておりまして、まあ、初心者の方もねめちゃくちゃ使いやすい、そういう学校になっております。でなんと転職率も 99% という実績を誇っておりまして、このねテックエキスパートさんは東京大阪、それ以外にもですね福岡とか愛知でも展開されておりますので、興味のある人は、ぜひ概要欄から飛んでみてください。というわけで、今回の動画は、これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。